ニームルーズ州はアフガニスタンの南西部にある州である。ニームローズ州とも呼ばれる。州とはザランジュ。面積4万1000キロ平方メートル。人口14万1400人。アフガニスタン国内で最も人口密度の少ない地域である。周りをファラー州、ヘルマンド州、パキスタンのバローチスターン州及びイランのスイースターン・バルーチェスターン州と接している。 地域としては、イランのスイースターン・バルーチェスターン州北部とともに、スイースターンを形成する。2021年8月、ターリバーンが州とザランジを制圧した。2012年9月22日現在の州知事は、ムハンマド・サルワルスバート、パシュトゥーンビトが住民の大部分でバローチ人が少数生活している。 ニームルーズ州の行政区分州とザランジを含め一致し、4件を要する。EN、チャーハーバーヤックディストリクト EN、チャーコンスアディストリクト EN、チャーコンスア EN、カンディストリクト EN、コッシュロッドディストリクト EN、ザーランハディストリクトザランジ。ありがとうございます。